老後の資金がありませんは、柿谷美雨による日本の小説、及び、それを原作とするメディアミックス作品。2015年9月25日に、中央公論新社から刊行され、後に2018年3月23日に文庫化された。普通の主婦が老後を豊かに過ごそうと思っていた矢先に、オレオレ詐欺、住宅ローン、息子の結婚、夫のリストラ、それに姑との同居など様々な禁難に襲われながらも、懸命に奮闘する姿を描く。後藤厚子は、夫と2人の子供がいる一般的な主婦。節約をモットーとしており、コツコツと老後の生活資金を貯めてきた。そんなある日、舅が他界。葬儀費用400万円近くを負担することになり、一気に貯金が目減りして気落ちしている最中、パートの契約が更新されず、首を言い渡されて愕然とする。追い打ちをかけるように、派手婚を望む、娘の結婚式の費用もやりくりしなければいけなくなり、頭を抱える。夫の勤務先が倒産して失業。呆然自失の中、浪費癖のある高級志向の姑と同居することになった。老後の資金がありません。のタイトルで2021年10月30日に公開。監督は前田明、主演は長編映画で19年ぶりの単独主演となる天海祐希。喜劇老後の資金がありませんのタイトルで2021年8月13日から8月26日まで。新橋演舞場で上演された。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。老後の資金がありません。に関するカテゴリー、喜劇老後の資金がありませんに関するカテゴリー。ありがとうございます。